月曜日は野菜の新鮮情報ベジトクです。旬を迎えた冬の野菜や果物が並ぶ松山市の三着市おひさま市で、隼人さんが小松菜を使ったスイーツを味わってきました。冬の食材が一段と増えてきました。葉物野菜のお値段から平岡店長と見ていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずは小松菜です。1袋90円と100円を切ってお買い得ですね。少しお安くなってますね。はい、小松菜はまあアクも少ないお野菜ですし、油料理とかにもですねとっても合いますので、さまざまな料理に使っていただくといいですね。続いて春菊です。以前ご紹介した時より30円ほど値下がりして、こちらもお買い得ですね。こちらもお買い得ですね。春菊はねこれから鍋にもよく使われる商材ですけど、関西地区ではですね、これは菊菜というふうな呼ばれ方をですね、されたりもするお野菜になりますね。続いてカリフラワーです。身がとっても白くて眩しいですね。そうですね、とても色もいいですね。カリフラワーは、ブロッコリーとよく比べられることも多いと思うんですけど、カリフラワーはブロッコリーの突然変異で生まれたというふうなことがですね言われてますね。そしてカブです。葉っぱも青々としてて立派に実ってますね。立派ですね。株についてもですね、やはり冬は気温が下がると美味しくなるお野菜がとても多くあるんですが、株についてもその中の一つですね。はい、そして愛花28号です。柑橘もずらり並んでます。有名なところが紅マドンナというふうなところですけど、先週からちょうど販売開始してます。こちらは選果機は通ってはないのでですね、お名前については愛花というふうな形、28号というふうな形で販売をしてますけど、元の品種は紅マドンナと同様になりますので、とってもお買い得かと思いますね。今週のおすすめ野菜はこちら、小松菜です。はい、これからが旬な小松菜を使って、今日はですね小松菜を使ったグリーンパンケーキを食べていただきますよ。青臭さが全くないですね。お野菜苦手な方でもこうやっておやつとして食べられたら印象がガラッと変わると思います。色もとってもいいですよね。冬の食材を美味しくアレンジして楽しんでみてください。私毎週小松菜買うんですけれども、こんなスイーツにできるんですね。ね、びっくりしましたね。見た目も綺麗だし、栄養もあって、私も食べたいです。ヘルシーでペロリといけちゃいそう。甘いのも合うんでしょうか。